僕のスペックでは当然ないんですけれども、まあ、実際にスッとそのスピード感で振った時にとてもやっぱりタイミングがよく合わせやすかっていうのが印象です。ということはすごくやっぱりスイングの一定のリズムの中でやはりその R シャフトに見合ったテンポでゆったりとこう振った時にとてもそのシャフトのしなり感がその体の動きと同期してですねインパクトの打点に向かってこうより加速感を持ってそのヘッドスピードをに力を加えられるというか。 まあその辺の気持ちよさはすごくありましたねしっかりと捕まってとにかくインパクトの手応えがとてもいいっていうのが第一印象ですインパクトの手応えがすごくいいからすごくこう軌道に対してスケアに、まあ、直角に、えー、こうフェースがボールを捉えてるなという手応えがまずあるのでボールの重さをしっかりと感じて打ち出し高くそしてその捕まった感覚っていうのがとてもあるので。 高弾道でこう捕まったストレートボールっていうのが、まあ、気持ちよくフィニッシュした時に目に入ってくるのですごく気持ちいいドライバーだと思いましたダウンに関しては結構その、まあ、ボールもいろいろ種類がね練習ボールというのはいろいろ種類がある中でやっぱりそのボールの質感ボールの種類のやっぱり構造的なものとかやっぱりコンプレッションやわらかさが違う中でそのボールの質感を味わいながら。 えー、とてもその反発してるなというやや高音質系なんだけれどもでもあんまりこう,うるさくないというか <laughs>、あのー、強くないような、えー、気持ちよくその自分のヘッドスピードなりに本当に弾いてる響きのある音でで気持ちよかったですね、まあ、そしてその打感はやっぱりこう捕まってる打感なのでやっぱり自分のヘッドスピード以上にこうボールがしっかりとインパクトこうフェースに設置してる時間が長く感じるっていうことは よりりやっぱり自分の中でヘッドスピード速く振れてるなという実感にもつながるのでそれはやっぱり振っててとても心地よかった部分だと思いますあのボール初速というよりもやはりそのやっぱりインパクトでしっかりつかまっていつもよりもボールがこうフェースに長く乗っかってるなという感覚がやっぱりそこからボールが復元して飛び出すわけですから非常にやっぱりその速いだけではなく。 で皆さん速いっていうと球まだれが速くてシャープに勢いよく飛び出すっていう感じなんですけど僕の打った印象はしっかりとこうフェースにボールがつかまって潰れてでそこからフェースに乗っかりながらゆっくりと復元する中で、まあ、いつもの初速が出て打ち出し角も高くなっているのでとてもそ,のそういう意味では測ってみると速いんだけれども。 打った感覚としてはその素早さというかそういうことよりもとてもそのリリースポイントをゆったりと感じて何、えー、て言ったらいいのかなこうすごい速い瞬間なんだけれどもその時すごくゆっくりスローモーションに感じてとても緻密にこうコントロールできるとか思ったところに思い切って放り出して打ち抜けるとかそういった感覚の方が僕は強かったです。 まあ昨今あの可変式になることによってまあ確かにそのスペック自体は例えばライ角だとかロフトだとか変えられるクラブが主流になってきましたけれどもでもやはりゴルフの基本っていうのは正しいボールの位置で正しいスケアのアドレスをするっていうのが一番の基本ですからまあそういう面から考えるとまあこのロイヤルは本当にこう置いただけで正しいフェース角正しい手の位置正しいボールとの間合い ま、それをこう導いてくれるという部分においては、とても構えやすいドライバーだと思います。今度のあの 3d エナジーズフェイスというのが、やっぱり一つのやっぱポイントだと思うんですね。で、特に新しいこのドライバーに関しては、チタン613という新素材。まあこれがですね。すごくそのボールに対して打ち負けはこうしないんだけれども。でもフェースに乗っかる。引っ付き感はいいということで。 ですから弾き感の高音質に比べて先ほど言ったようにすごく球がフェースに乗っかってる感じが強いという多分素材の効果だと思うんですねでその中でやっぱり 3D エナジーズフェイスによって、えー、ミスヒットしてもあんまり距離変わらない飛距離を測っていただきながら結構ミスヒットしてその当たったところのどこに当たったかちょっとヒール目に当たったか遠目に当たったか 実際の,そのインパクトの手応えとしてはそのミスヒットした部分がすごく分かるんですよ分かりながら実際は球筋があまり変わってないし距離も変わってないというところはとてもやっぱりプレイヤーにとってはそういうミスヒットしてるという実感を与え、ね、感じさせてもらいながら実際球の飛ぶ距離とか方向はあまりぶれてないといったところはとても安心できるドライバーだと思います。